はい、えー、今回のネットフリックス、これを見た映画でございますけども、渇水というね、映画ですね。ザ・ドライ・スペルというんですか。1時間40分の一本物でございます。えー、これねあの、出てくる役者さんがちょっと好きだったんで見てみたんですよ。どんな役者さんかというと、えー、この方ですね。出てくるかな。この奥の方。なんていう人か知りません。えっ、ー、とね、ヤクザと家族の ラストシーンがものすごくね、印象的だったんですよ。こっちの方じゃなくてね。もうなんか顔が似てるんですけどね。<laughs> えー、どこにいるのかわかりませんけども、とにかくね、この役者さんが好きだったんで見てみただけなんですよ。でも思ったより良かったです。ストーリーとしては、あの、市役所かどっかに勤める水道の担当者の話なんですよ。水道係の方いるでしょで、昔ながらに、水道料金の、こう、回収をね、 あの個別訪問してされてるんですよ、そうすると、水道の代金ですから、そんな高くもないし、それから厳しくもないんですよね。ということは、水道数が払えないっていうのは、相当生活が追い詰められてるよっていう状態なんですよ、こちらの人ですね。で、先輩、社員と一緒にやるんですけども、それぞれやっぱり自分の暮らしにもね、いろいろと思い悩むところがあって、それが顧客の不自由さと重なってしまうところがあったりするんですよね。 で、これね、本当にね、市役所の水道係の話なんですけども、結構ね、見入ってしまって、面白いんですよ。うん。なんか妙な魅力があってね、役者さんの力なんかなと思うんですけども、結局最後まで見てしまったというね、そんな物語でございました。じゃあ最後、ハッピーエンドになるかっていうと、必ずしもそうではないんですよ。でも、なんとなくね、人の生き様を、 見ることによって、なんか自分のね、これからの人生を、うん、ちょっと思ってしまいましたね。はい。ザドライスペル、えー、よろしかったらね、見てみてください。あの、最初の10分でいいんで、見ていただくと、引き込まれるんじゃないかなと思います。それでは。